最近仕事が忙しくて、ちょっと週末に録音することができませんでした。ただこの間にも、まあ筋トレやゲームなどをしながら、いろんなドラマなどを紹介したので、そのあたりを紹介していきたいと思います。で、まず一つは、勇者ヨジヒコを3シーズン全部見終わりました。前から見たいな、見たいなと思っていたんですが、なかなか見る媒体がなくて困っていました。 でよく考えたら去年からネットフリックスを契約していますので、まあそこでちょっと一気に見てみようかなと思って、まあこの年始あたりからこうずーっと見ていたという感じです。でまあ内容としては、あの、エッチなことをしたんですねみたいな画像とかでよく知っている通り、結構いろんなところにこう上手いこうまい文字とかメタなネタを入れているまあ面白いドラマだなというふうに思いました。まあ高評価なども頷けるなという感じです。 で結構いろんなこうネタがふんだんに盛り込まれていて、まあ一個一個上げていくとキリがないので、えー、割愛しますが、まあ確かにこれはこう十分続編がまた期待したいなというふうなドラマだなと思いました。で正直ちょっとこう個人的にどれか一個引っかかったようなものというのはあんまりなかったんですが、まあ強いて言えば FF のまあ光の村かなという感じがします。 まああの辺ありは本当にこううまくこうもじっていてまああとはこう五重の塔みたいなところでまあジャイアンとかいろんなものを目立っているところとかでしょうかまあ基本的にはこううまい低予算ドラマという感じで、まあ、面白かったなという気がしますまあただ個人的にはこうもうちょっとうまくドラッケネタを絡めてくれるとよかったかなという気がしました ただ、それにしても、まあ、ドラケエ5とか、いろいろ、見ているとわかるような人もたくさんあったので、まあ、これは一応高評価に入れておきたいかなと思っています。で、その他のドラマものでいくと、あと、来世ではちゃんとしますというドラマを見ました。これは、いわゆる、こう、ちょっと下世話な話というか、まあ、下ネタ系のドラマになっています。で、終演は、内田理央がやっていまして、 まあ、セフレを5人ぐらい抱えているような女性が主人公というふうになります。で、この方が CG 会社、アニメーション会社みたいなところで働いていて、まあ、その同僚とか、まあ、そのセフレの人といろんなやり取りをしていくというドラマになっています。で、まあ、その主人公、同僚の女の人は、基本的にこうずっと生まれてから彼氏がいない、そして、まあ、いわゆるアセクシャルのような、まあ、恋愛に興味がないような人でありまして、 ただ、こう、二次元オタク、まあ、BL オタクで、同人誌を書いているというような方が同様にいる。で、他にも、まあ、筋トレをしていて、まあ、あんまり、こう、女性と縁がないような人。さらには、こう、主人公と対になるような、逆に、こう、いろんな女の人と遊んでいるイケメン。そして、風俗上に貢いでいる、まあ、ちょっとオタクっぽい漫画家を目指していた男の人みたいな感じの、結構、いろんなキャラが濃いようなドラマになっています。 でまあ基本的にはこうずっと前編下れたみたいな感じでありまして、まあちょっとコンプラギリギリみたいな感じの笑いがあるようなドラマになっています。ただまあそういうちょっとこうネタ的には厳しいところがありますが、まあ大枠のストーリーとしてはそんな突拍子のもないような作品ではないかなという感じで、まあそこそこ楽しめたかなという感じです。でちょっと面白いなと思ったのが、先ほど少し触れたこの筋トレをしていて全然 女性と縁がないという、まあ、同僚の男の人がいるんですが、まあ、その方が彼女を作るために、こう、マッチングアプリで、えー、ある人と出会います。で、その出会った相手というのが、えー、実は女装男子である、まあ、いわゆる女性の格好をしている、まあ、男の子、そして、まあ、ゲイであるという設定になっています。で、この役所の人が、先週、か先々週お話しした、あの、チェリーマホという、まあ、30歳まで、童貞だったら魔法使いになれるらしいというドラマで、 え主人公の、まあ、友達の漫画家の相手役となっているまあ結構若いダンサーの男の子の役をやっていた人と、まあ、同一人物がやっていてまあこういうドラマにすごい需要のある人なんだなという発見がありましたまあ特別こうめちゃくちゃ面白いというドラマではありませんでしたがまあ結構短い作品ですしこう一気にして十分楽しむことができたかなという作品でした で、BL つながり、あるいはセフレつながりというところでいきますと、9層はチーズの夢を見るという映画が Amazon プライムに配信が来ていたので見ました。で、これはまあどういう作品かというと、まあ結構前、結構多分5年、10年、5年ぐらいですかね、それぐらい前の BL 作品のようです。で、 去年のちょうどうコロナ禍があって延期するとかしないとか、まあそういう感じの、多分延期したと思うんですけど、まあそういう感じの映画になっています。で、まあ私の知り合いの結構ビール好きの人が見に行っていて、まあなかなか映画館がすごい空気だったよという、えー、話を聞いて気になっていた作品であります。で、えっと主演はあの、関ジャニの大倉さんがやっていて、 まあその方がまあ結構流されやすい主人公という設定で、それが原因でまあいろんな人とトラブルとは言わないですけれども、いろんな人と関係がこうずるずるもつれていくという作品になっています。でまあ映画館がすごい空気だったというふうにお話したんですけれども、主人公のこの関ジャニの大倉さん目当てで見に来てま、あ,あまりこの作品のことを深く知らない、あるいは展開を知らない人が見ると結構ヒエヒエな感じになるようなストーリー展開になっています。 で元々のこうお話としては、先ほど言った通り、この主人公が非常に流されやすい性格をしていて、自分から動くということが全くないというような人になっています。ですので、まあ、その女性からこう告白とか、あるいはすごいアプローチをかけられたら、ずるずると、その女性の相手をするし、男の人相手でもこう強く責められると、断りきれないみたいな感,感な感じの展開になっています。 で、まあ、ストーリーとしては、えっ、ー、と、まずはじめに、その、主人公の男の人は、まあ、結婚しているサラリーマンなんですけれども、まあ、その、また結婚しているにもかかわらず、別の図でから言い寄られて、まあ、それを断り切れずに、そこでまた不倫関係になっていて、それを怪しんだ、こう、奥さんから、その、浮気の疑いを、こう、確定するために、え、探偵を雇われて調査させてしまう、とうところから始まります。で、その、雇われた探偵が、 昔の大学の後輩の男性で、その不倫関係を奥さんに黙っていく代わりに、こう自分とキスしてくれみたいなところから話が始まっていきます。で、最初はまあ一応、こう、その男性同士の関係というところで、まあ、キスだけだぞみたいな感じで断るんですけれども、まあその後、当然流されやすい性格ですので、不倫を切ることもできず、さらに証拠を抑えられて、今度はその探偵の男性と肉体関係を結ぶみたいな感じに展開していきます。 で、まあ、ここで、そもそも、まあ、この大学の後輩という、この探偵の男性は、もともとゲイで、この主人公のことが好きだったという、まあ、設定はあります。で、まあ、そういう感じで、まあ、この二人に限らずに、この主人公は、こう、どんどん誘われるままに、どんどん、こう、いろんな人に、こう、体を許していくようなキャラクターなので、まあ、そういうシーンが、特に、この映画が始まった序盤は、本当に5分に1回ぐらい濡れ場があるみたいな感じになっています。 で、まあ女優もそういう方を使っているようで、まあ普通にこうトップリースの状態で映っているような感じになってくるので、え本当にこう、こうまあ、主役の俳優目当てで見に来た方とか、あまり展開しなかった人からするとちょっと面食らうような展開だったんじゃないのかなと思います。で、まあその後こうずるずると関係が続い,続いていくというのは、そいろんな方と関係が続いていって、まあ話がどんどん動いていくという感じになります。 では、ここから少しネタバレありの話をしたいと思います。で、まあ、最終的にどうなっていくかというと、まあ、このまま、えっ、ー、と、奥さんとうまくいくかというと、そんなことはなくて、奥さんとは離婚します。実は、こう、奥さん側も、この、あまりにも自立、こう、自立心がないというか、主体性がないところ、まあ、自立心といちょっと変ですね、主体性ですねで。主体性がないところから、こう、ちょっとこの旦那さんにいや さして実は不倫関係を持っていて、まあ、そちらの方の人が好きなのでこう離婚するために浮気を調査をお願いしたということを、まあ、暴露されますで、まあ、浮気をしているともちろん慰謝料をたくさんもらえますので、まあ、その慰謝料をもらうために調査していたと誤って離婚しますでもちろんこの、えー、後輩の探偵とはこう肉体関係を持つ代わりに一応黙っていてもらうという 風になっていましたので奥さん側にはこの主人公側の不倫はバレていなくてこう自分にはあまりにも完璧な夫だったみたいなことを言って離婚されてまたちょっとそれも胸が痛むみたいな展開になっていますでまあその後また後輩の会社の後輩の女性に言い寄られて、まあ、その人と結婚と言いますか、まあ、婚約まで行くんですけれども結局この 探偵の後輩の男性のことが忘れられずに、まあ、その男性をこう待ち続けるみたいなエンドになるというふうになります。で、そこに行くまでの間に、まあ、この男性ともいろいろ一悶着あって結局はこうちょっとうまくいかない感じで、まあ、最後はちょっと一人になるみたいな感じになります。で、まあ、このエンドはちょっとこう多分賛否両論あるみたいな感じになっていて、まあ、このエンドの最後にやっぱりこの こう男性同士のカップルがきちんと寄りを戻せるということなのかあるいはこう関係が破綻しも終わってしまって主人公はこう一人で最終的にようやく見つけられた相手を続けるというところなのかまあここはちょっと意見が分かるところだと思いますただまあいずれにせよあまりこう綺麗なハッピーエンドではないかなという感じがありましたまあ正直なところちょっと今日紹介したこの一つの前の作品と合わせて でまあどちらもこういわゆるこう普通の作品普通のエンタメ作品とはちょっと異なるような展開のものなので、まあ、ちょっと人を選ぶかなと思うんですけれどもまあある意味この人間ドラマを描く映画としては結構楽しめたかなと思います、まあ、あとちょっと気になったのはこう、まあ、最初は当然この後輩の男性側から積極的にこうアプローチしてくる,くるわけですのでまああのどえっ、ー、と一応作品的には R18 なので最初に に言った通り、あの結構女性のトップレスだけじゃなくて、え男性同士のこう絡みとかも普通に描写されます。で、まあそこで思ったのが、最初はこう後輩の方が攻めという関係なんですけれども、途中でえっとリバーのシーンも出てきまして、まあ、意外とそうなんだみたいなちょっと驚きがありました。まあこれはちょっと実は、えっと、 見終わった後にいろいろネットで検索してこう原作の情報とか知り合ったところによるとまあちょっとそのリバーをする時に葛藤するシーンがあるとかないとかまあそういう記述はちょっとだけ見つけたんですけれどもまあ原作でどうなってるのか,のかはちょっとよく分かりませんでした、まあ、いずれにせよこの R18 ということもあってこう非常にこうタブーなくというかこうかなり自由にこうそういう描写ができるのでまあ人間ドラマとして本当によくできた作品だなと思いました まあやはりもともと、えっと私は多少18禁ゲームとかもやるんですけれども、まあそういうところはやはり、こういわゆるこう一般の全年齢向けではできないようなこう表現を含めたこう作品を作ることができるので、まあうまくそういうところを活用してやれば、非常に深い作品もできるのかなという気がしています。まあ例えば、えっと私がやった作品でいきますと、まあまあマブラブ系ですね。まあマブラブオルタネイティブとかは、 当然そういうこうエッチなシーンだけではなくてこう残虐なグロテスクなシーンも含めてまあ18金な作品になっています。で、この完結編であるこのオルタネイティという作品はかなりこうむしろグロシーンが多いようなことになっておりましてまあそういう表現ができるからこそこう出せるこう魅力がこう詰まっていた作品だなというのをちょっと思い出しました。 あと、9歳はチーズに目を見るでこう気づいた点としては、えっと、主人公の、えっと、大倉さんが、まあ、ちょうど1985年生まれということで、まあ、私とほぼ同年代というところで、あ患者にニってそれぐらいの年代だったなということを発見しました。であとはこうこれ裸のシーンも出てくるんですが、こう意外とこうお尻はこう、まあ、アイドルといえど普通なんだなという,こう思いがありました。 で言い忘れましたが主人公が大倉さんなのに対してその相手役後輩の男役は成田亮さんでちょっと今回はひげを生やしたワイルド系っぽい見た目になっていますであとこうネット関係で見たものとしてはアマプラに「ハンガー Z」という作品があってこれはもう完全に低予算 B 級映画という感じですでこれはどういうものかというと、えっと、ゾンビがこう 蔓延しているこう世界にあってこのゾンビがこのまま人間を食べ続けていくとこう食料がそのうちなくなってしまうということを危惧してまあ人間のこう男の人と女の人をこう捕まえてきてまあそこでこう子供を産ませて食糧難を解決しようみたいな話になっています。でまあ最終的にはこうゾンビがこうなんでそんなことをし始めたのかとかあるいはその 人間を飼育するところ、まあ、いわゆる人間牧場的なところの中では、ゾンビが人間に手を出してこないんですが、まあ、それはなぜなのかみたいな、こう話になっていきます。で、正直、まあ、この設定自体は面白いんですけれども、まあ、話の展開とか、この設定のうまさとか、そういうところはなかったかなという気がします。まあ、本当に普通の、あの、低予算 B 級映画という感じで、まあ、あんまりひねりもなくて、まあ、 両作ととは呼べなないいかなという感じでしたまあ、ただ、こう、1時間ぐらいで見る作品ですので、まあまあ、こんなもんなんかな、みたいな感じで、見終わったという感じです。まあ、個人的には、もっと設定頑張ってほしかったな、というところもあって、例えば、人間牧場と言いつつ、女性2人、男性3人ぐらいしかいない、みたいな、どう考えても牧場として破綻しているようなところとか、まあ、 いろいろツッコミどころがたくさんある、まあ、まさに B 級映画という感じでした、まあ、あとはこうテレビ関係でいきますとちょうど昨日とといぐらいに NHK の BS でやっていたトム・クルーズ永遠の若さを追求してというドキュメンタリーを見ましたこちらはどういうものかというと、まあ、そのタイトルにあるとおり、まあ、トム・クルーズというのがもういつまでたってもこう若々しいというところに焦点が出た ドキュメンタリーになっていますでただこれ番組紹介とかを見るとこのトム・クルーズのこの若さのこう光と影に迫ると書いてある通り相当影の部分に突っ込んでいくようなこう骨太な作品になっていましたで正直後で内容は読めますが相当これすごいこう内,内容といいますか、まあ、ある意味トム・クルーズをかなり批判的な内容で扱っている作品で このドキュメントにどこが作ったのかなと思って最後のエンドロールを見ているとどうやらえっとフランスで作られた作品のようです。でまあ光というのはま,あまさにそのトム・クルーズがこう一流のスター、アメリカのアイコンとしてこう活躍していく様を取り扱っているんですがこの影の部分に関してはもうズバリそのままあの再現トロジーにドハマリしているというところを取り扱っています。でこのこう若手 のこう俳優ととしてこうトップガンとかいろいろスター街道を上がっていく途中にまあちょっとこう若くてまだ演技が不完全だという評価を受けつつもまあそれを頑張って払拭していくというところに触れながらだんだんこのサイエントロジーにはまっていることによって凋落していくというところをまあ焦点を当てた作品というふうになっています。 でまあ、トム・クルーズと、まあ、サイエントロジーという、まあ、カルト教団の関係は、まあ、非常に有名なわけですけれども、まあ、それをここまでこう大々的に取り扱った作品というのが、まあ、出てくるんだなという感じでしたで実際にこのサイエントロジーの集会のみたいなところでこうスピーチしてる映像とかも,もうどんどん流れてきますしまさにこの、まあ、動画時代ならではのドキュメンタリーかなという気がしました で、まあ、私はちょっと知らなかったんですけれども、このミッションインポッシブルの最近のたくさん出ている作品というのは、もうハリウッドでちょっと活躍できなかったトム・クルーズが、こう、自分の力で、こう、もぎ取っていったような、こう、半分自分でプロデュースしている作品になっているということを初めて知りました。 まあもちろんそれ以外にも、例えばなんか、アイズワイドシャットを撮影するときに、こう、すごく、こう、ニコールキ、その当時の、えっと、結婚相手である、まあ、ニコール・キットマンと、こう、かなり、こう、いろいろあったみたいな話も触れられていたりして、結構面白い内容でした。まあ、これはひょっとするとどこかで、こう、再放送とか見れたりするかもしれませんし、えー、結構、楽しかったなという感じです。まあ、ただ、えっと、このドキュメンタリーのナレーションが、本当にこう、完全にこう、直訳という感じで、 ああまさに海外産のドキュメンタリーだなという感じの、まあ、日本語になってはいました。ただまあその特別こう変だなと感じるわけではなくて、まあ、ちょっとこうアカデミックよりというかそういうちょっとこう事務的なというかまあそういう感じのナレーションだったということです。さてもう少し映像系の話を続けたいと思います。で、えっ、ー、と先週とかに あの、年末年始の番組の話をしたわけですけれども、え一つ大事なことを触れていませんでした。でそれは、えっと、RTA in Japan です。で、RTA in Japan を見たという話はしたと思うんですけれども、まあ、その内容についてあまり触れていなかったと思うのでえ、そこに触れたいと思います。で、この RTA in Japan は、えっと、まあ、年にその年末の時とかに、まとめて3日間とか4日間、ずーっとこの奏者が変わりながら、こう、いろんな 作品いろんなゲームを RTA していくというものです。RTA とは何かというと、まあ、リアルタイムアタックの略で、あの本当にこうゲームをプレイしながらそこにタイマーを置いて、実際にクリアするのにまあ何分かかるかみたいなのを競うというものになっています。でまあ、いくつかカテゴリーがあって、まあ、シングルランとまあレースというのがあって、まあ、シングルランはその,その名の通りこう1人でやるもので,で、レースというのは 例えば3人とか4人で同時にゲームをやって、誰が一番早いかみたいなのをやるという感じになります。で、えっと、今回もまた非常に面白いゲームとか、こうえー、実況とかがたくさんあって楽しめたんですけれども、まあ、そのうちのこう面白かったものをいくつか挙げたいと思いますで。まず何よりも一番話題になったのは、えっと、ドラクエ3だと思います。でこれは、えっと、ホットプレートを使ったこう新しいやり方が発見されて、 ゲームをするのにホットプレートを使う時代が来たというのでネットラボの記事とかも非常にバズりましたでこのホットプレートを使ってソフトとかの温度を適温に保つことによってバグを起こした後にそのバグの挙動をこう安定させてコントロールするということをするようですでこれをすることによってこういきなりこうヒットポイントが確かドラクエではありえないこう1万とかになるような状況でスタートするようです で本当にすごくて、こう、文字化けの状態でゲームを進める人がいたりとか、まあ、文字化けをちゃんと日本語に戻してからやる人がいたりとか、まあ、これも、えっと、レース形式でしたので、まあ、そういう感じで、こう、いろんなやり方をやるというので、レースしていました。ただ、まあ、えー、温度管理をするのは、皆さん、同じでした。で、まあ、本当に、ホットプレートがあることで、通常では考えられないぐらい短い時間で、まあ、努力をクリアすることができるということで、非常に話題になったという感じです。 で、他には、えー、人生終わったの大冒険2という、えー、フラッシュゲームもありました。でまあ、フラッシュが、えー、残念ながらこう昨年の終わりにこう終,わ、えー、終わってしまったということもあって、まあ、その最後のこう追悼もの,の意味も含めてこう、いくつかのフラッシュゲームが出ていました。まあ、その中でもこう我々の年代からすると、すごく昔人気があった、この人生終わったの大冒険というゲームが取り扱っていました。 で今回は2ということで、その昔流行った人生をただ冒険の続編というのがまあ新しく作られたようです。で、この時に面白かったのが、ドラクエやスリーのホットプレートの時もそうだったんですけれども、この RTA in Japan のいいところの一つとして、ゲームの中にはこう解説者がいるところがあります。まあ、普段、例えば Twitch とか YouTube でやるときにはもう自分でプレイして自分で話をするということが多いと思うんですけれども、 ま、RTH in Japan のようなイベントだと、結構奏者と解説者が分かれていることがあります。で、そうすると、やはり、こう、解説の人がかなりしっかり解説してくれますので、えー、今まで分からなかったような、こう、謎の挙動とかについても、その意味とか意図が分かってくるというような感じで、かなり面白いです。で、今回も、こう、人生大当たの大冒険2とかは、この、大冒険を作った人が解説役として現れたりして、こう、非常に面白かったです。 で、まあ、もうちょっと面白かった点としては、例えばゲームによっては、その、プレイしている人が最速のタイムを持っているんだけれども、そのゲームをクリアするためのこう流れを、まあ、チャートとかやったりするんですけども、まあ、そのチャートを発見した人が解説者だったりします。なので、要は開発者とプレイヤーが、こう、ベストタイムでいくとこう別、別、別れているみたいな感じがあって、非常にそれも面白いとか、かなりこう、アカデミックな感じだなという気がしました。 で、まあ、その他で行くと、まあ、ポケモンのブラックホワイトとか面白かったですかね。で、これは、えっと、乱数調整という、まあ、いわゆるそのランダム性が起きないように、ええー、ある程度調整したりするんですけれども、ここで振られていたのが、こう、DS の Mac アドレスと言われている、まあ、いわゆるそのパソコンとかにもある、物理的な、こう、識別番号みたいなものを使った、こう、乱数調整というのをしていて、これも結構面白いなと思いました。 あとポケモンの RGA ってどんなんだろうと思って見ていたら、例えばその最初に選ぶ3匹もやはり決まっていて、例えばブラックホワイトだと、えー、と昔はこうポカプを選ぶのが最速だと思われていたんですけれども、途中で、えっと、ヨーテリーを捕まえて使うと早くクリアできるという,こうチャートが発掘され、発見されて、まあ、最初に選ぶポケモンがまあスタージャに変わったとか、まあそういう,こういろんな歴史的背景があるそうです。 で、あとは、えっ、ー、と、マザー2も面白かったですね。で、これは、えっ、ー、と、私が一番期待していたゲームで、やはり私がやった、えっ、ー、と、ゲームの中では、こう人生の中でも一番好きなゲームの一つがマザー2だからです。で、マザー2もこう、バグをいろいろ利用するパターンとかもあるんですけれども、まあ、今回は基本的には、まあ、ほぼ普通にクリアしていくというものになっていました。で、まあ、本当に面白くて、例えばここ、 の時にここで必ずレベル上げをするとか、まあ、ドラクエとかもそうなんですけれども、そういうところまで決まっていて、ここまでは敵を倒さない、ここら辺で雑魚が利用するみたいなのが決まっていて面白かったです。で、本当にやっぱりこう当日のぶつけ本番だと、やっぱりどうしても例えば敵のクリティカルとか、そういうものが影響して、こう、ま、つもレースだったんですけれども、まあ、そこでこう二点三点するようなものがあって面白かったかなという気がしました。 その他に、えっと、ゴエモン3もやっていました。で、これも、まあ、いわゆる普通のゴエモンのプレイなんですけれども、これは、え、プレイヤーが女性の方で、解説役が、えっと、男性の方だったんですけれども、まあ、この2二人のトークが、えっと、非常に、こう、聞きやすくて、わかりやすくて、え、お楽しめた作品となりました。まあ、やはりこの、RT in Japan を全体を通して持ったのが、こう、非常にやはり、こう、ゲーム実況やっている方は、こう、トークが上手いというか、 非常に聞きやすすいいい投稿する方が多いなと言いました、まあそういうのをこう聞いているとやはりこう非常に勉強になって、まあ、あとはえと今回協賛にえと、えー、レッドブルと無敵時間というアパレルメーカーがついていたんですけどもこのゲーム中にこう無敵時間というのがたくさん出てくるわけですけれども、まあ、そこで無敵時間を使うみたいなシーンになるとこの無敵時間の影響を入れるとか、まあ、あるいはこう,うまくレッドブルに こう、もじれるような、こう、ドリンクとか、そういうも羽とかが出てくると、まあ、レッドブルの宣伝をするみたいな、そういうところまで、こう、練られていて、非常に面白かったなと思いました。で、あと、こう、懐かしいところでいくと、まあ、テール・コンチェルトという、まあ、えー、プレスのゲームがあって、まあ、これは、こう、犬が主人公の、こう、アクションゲームなんですけれども、これ非常に懐かしいなと思って、楽しく見ていました。で、これも本当に、こう、動きが洗練されていて、良かったですね。 で、中にはやっぱり RTA っていろんなパターンがありまして、例えば100%コースとか a トコースというのがあって、まあ、100%コースはいわゆるこの普通に図鑑を全部埋めるとか、そういうこう、まともにやっていくコースのことで、a トというのは、例えばバグとかを使ったりして、いきなりこう、開始5分でちょっとバグを使ってエンディングを流すとか、そういうのもありなコースになっています。 で、それに対して、テール・コンチェルトは、かなり普通にクリアしていくので、単純に、こう、すごい最適化された動きを見せるテクニックというのが主題のゲームになっていたので、それは非常に爽快感があって面白かったかなと思います。で、あとは、こう、剣心のドラゴンクエストというのがあって、これは、えっと、かなり昔に発売されたゲームで、あの、剣の形のコントローラーを振ってプレイするゲームです。 でこの方は、えっと、プレイされていた方が、えっと、マルさんということで、非常にトークが面白かったので、よかったなと思います。で特にこう剣を振るというアクションもありますので、こう,うまくこう観客を乗せながらやっていて、えー、楽しめたなという感じでした。まあ、あとはこう、ゼルダのブレス・アブ・ライドをずーっとやっていたと言ったんですけれども、まあ、そこで、えー、ブレス・アブ・ザ・ワールドが実は鳥であって、こう改めて見てみると、まあ、30分、40分ぐらいでクリアしていて、あ うまくこうバグをりをするとこんなもんなんだなというのがあって面白かったです。で、本当にやっぱこの RT を見てると先ほど言った通りこりバグ割りのコースとかだと本当にこうなんでそんなのを見つけたんだみたいなこうテクニックがあったりして非常に面白いなという感じです。で、まあ、ドラクエ3と2を成すぐらいこの今回の RTA ジャパンの中で話題になったのはっファイナルソードです。 でこれは、いわゆるあのゼルダをパクりまくったゲームということで、まあ、今販売停止になっている、えー、の話題になったゲームでして、えー、当然、バグも死ぬほど大量に含まれていて、これめちゃくちゃ面白かったです。でプレイヤーの人の腕もこう確かでミスがほぼなかったというのもありますし、こう解説の方もこうゲームを知り尽くしていて面白かったです。で本当にこう浮遊バグとか、なんか武空術バグとか呼ばれていて、 奇妙な翼とかを使って上にビューンと飛んでいくところをこううまくいろいろやることによってそのまま移動できて隣の街まで空を飛んでいくとかまあいろんなこう爆技があって面白かったですで特に一番笑ったのがえいくつかあってそのラスボスを全く動かないようにすることができるというバグがあって全く微動だにしないラスボスをひたすら殴り続けるというのが実はラスボス戦になりますでしかもその殴るのが で、相手の HP との関係もあって、まあ、10分とか15分くらい殴り続けないといけないという、こう、ちょっと面白い展開になっていました。で、あとは、このエンディングにつながるような、このラスボスを倒した後のムービーの時に、おそらく今着ている服を反映するのではなく、もう固定のムービーを、こう、あらかじめレンダリングして用意しているようで、 今回の RTA では実は初期装備の本当に村人の服みたいな服でラスボスを倒すんですけれどもそのラスボスを倒した後のえっとムービーシーンになると急に伝説の鎧を装備しているという,こう謎の現象があってめちゃくちゃ笑いました。で、あとはえっと最後こう溶岩に落ちそうなところをこう妖精に助けてもらって、えー、そのまぁドラゴンの城から撤退するんですけれどもそのこう落ちていくときに ちょっとスローモーションになって妖精が助けに来ます。ただし、スローモーションになったり止まったりするのがえっと主人公の動きだけで、その下にあるこう溶岩とかマグマは等速で動いているので、このスローモーションになっている主人公にビチャビチャにこうマグマと溶岩が上がるとか、本当に笑いどころがたくさんあって面白かったです。で、あとはこう最後のエンディングの歌芸の時の花火の割れる場所が乱数なんで、主人公の真横とか、 こう、城の中でパーティーしている、その、兵士のすぐ横で花火が追われていたりとか。あとは、明らかにこう、市販のお姫様のデータをそのまま使っているので、やたらお姫様だけクオリティが高いとか、まあ、いろんなツッコミでこれがたくさんあって、本当に面白いゲームでした。まあ、こういう感じで、本当に RT in Japan は楽しかったです。で、RT in Japan は、えっと、Twitch だけではなくて、えっと、YouTube のアカウントを持っていて、まあ、そのどちらでも、その、 ゲームごとにアーカイブ動画が上げられていて、好きなゲームを選んですべて見ることができるので、ぜひ見てみると面白いかなと思います。はい。では、えー、と映像コンテンツの話はこの辺にして、えーと、最近読んだ漫画に移っていきたいと思います。で最近は、えー、と漫画を、えー、と4つほど読みました。で1つは、えーと、左手のためのデュエットというあのピアノの漫画です。 で、こちらは、1巻2巻を読んだ時点で、えっ、ー、と、紹介させていただいたんですが、えっ、ー、と、先週ちょうど3巻が出ました。で、えっ、ー、と、2巻まででちょっと,と話が一段落したんですけれども、こう3巻からはまた新しい章が始まったという感じです。で、ざっくり言うと、えっ、ー、と、前回お話した通り、もうこう左手に、えー、不良少年の左手に、 天才ピアノ少女の魂が寄っていて、右手は自分で弾くというような感じになっています。で、この3巻以降のテーマは、えっと、しばらくこの右手と左手のバランスをどう取るのかということになっていくようです。で、ここで、えっと、主人公の師匠役の人の、まあ、昔の同僚の、まあ、激鉄のグレコという、めちゃくちゃすごい力でこうピアノを弾くというようなえ、まさに漫画っぽいキャラクターが登場してきて、 まあそこのこう師匠とその激徹のグラコの角質とかまあそういうところも含めてこうそういうパワー系の弾き方を学んでいくというのがまあしばらくここから先続いていくようですまあほにえっとまあ詳細は述べませんけれどもシンプルな王道もののこうスポコンものという感じで三巻も非常に面白かったなという感じです で、まさにこの、先ほど言った通り、まさに漫画っぽい、激鉄のグレコというような、ちょっと必殺技っぽいものを持っているキャラクターも登場してきて、まあ、いよいよこう、主人公が自分の型を見つけていくフェーズに入ってきたのかなという感じがしています。まあ、まだ3巻とかですので、これからの展開に期待という感じです。で、次は、えランウェイで笑っての最新巻も出ました。で、こちらは19巻になっておりまして、えー、前巻まで続いていた、 アプロディーテの、ま、イベントの後、ま、津村くんが、こう、独立していくという話になっています。で、今回のメインの話としては、え、独立にあたっての、こう、スタッフ集めという感じになっています。で、最終的には、えっと、4人で始めることになるんですけれども、まあ、そのメンバーとして、ま、誰を選んでいくのかという感じになっています。今回は本当に走り休め会という感じでして、まあ、ちょっとこう、 恋愛も進むのかなという感じもありつつ、まあ、時間以降に、こう、独立後の話が進んでいくための、こう、準備期間という作品になっています。で、今回も、こう、相変わらずというよりも、ここしばらく、こう、あまり目立たなかった、こう、すごい書き込みといいますか、すごい、こう、か力みたいなものを久しぶりに感じました。で、まあ、このまま、どんどん、こう、話が展開していくのかなというような、こう、予告が、 最後に書かれていて終わっているという感じになりますえさらにこう海外に目を向けるとあの昔土行きのパパが怒られたあの海外の偉いさんの女の人もこのお父さんの名前を思い出してちょっと動き始めるのかなというところがあるという感じですでこちらもまあ今までこうランウェイで笑ってが好きだった方には是非続刊として買っていただきたいというような作品となっておりました 最後に読んだ漫画としては、君を死なせないためのストーリアという作品を読みました。でこれはどういう話かというと、ちょっとディストピア系の SF の話になっておりまして、こう地球にこう住めなくなってしまった世界の話でして、まあ、国運に飛ばれるような、まあ、ガンダムの言うところのスペースコロニーみたいなものを作って、その中で人類が暮らしているという感じになっています。 でただ、えーと、その虚空もたくさんあったりしますし、あとは、えー、ちょっとこうディストピアという話をしたんですけれども、人口がか、えー、生きていくために資源も限られていますので、こう人口が制限されているような設定になっています。なので、えー、と子供を作りたいときには、えー、そういう申請を出して認められたら初めて子供を作ることができるというような世界になっています。 でさらに独特の設定としてネオテニーという設定がありましていわゆる子供の状態でも成熟するようなものを指すような言葉でしてそういう特別な人間が生まれてくるとこう数百年の寿命を持っているというようなことになっているようですでそういうことちょっとこうネオテニーという特別な存在がいるようなこう階級社会とかあるいはそういう国運という閉鎖区間で生きていくために 非常に契約というものが非常に重要されておりまして、こう例えばプライベートな話をするためにはお互いに契約を結ばないとしてはいけない。無理やりプライベートな話をしようとするとまあ犯罪になるみたいな、そういう感じのまあディストピア系の作品、えー、になっています。で、話としては、ちょっとこう主題がどこなのかというのはこう一言言いづらいんですけれども、まあ、ネオテニーとは逆に、 奇病という、まあ、ちょっと人間と植物の間みたいなこうダフネという,こうちょっと被差別のような寿命が16歳しかないようなこう人たちが出てきたりもしますしまあそういう人たちの交流とか関係性をこう改めてネオテニの主人公たちがこう見つめてどう考えてどう行動していくかというような作品になっています、まあ、個人の感想としては非常に面白い作品で次から次へと先が読みたくなるような こういいいい SF 作品だなというふうに思いましたで現在のところまあ8巻まで出ていてまだまだ続刊中という感じです。で、ただちょっと思ったのがこう8巻までこう読んで思ったんですがあんまり話が進んでないなというふうに思いました。もちろんこう次から次話次々読んでいきたいなと思うようなこう次へ引っ張っていくような魅力っていうのは十分あるんですけれどもこう読み終わってよく考えてみるとこう全然話進んでないなというのをこう 思いました。もうちょっと話が進んでくれてもいいのかなという感じはあります。で結構 SF、ディストピア系 SF であるんですけれども、基本的にはこう人間の話といいますか、主人公たちの選択とか生き方とか、そういうところにある話ですので、こういう SF 的なこの世界の秘密とか、そういうところに関しては、なかなか話が進まないという風になっています。なので、こう。 人間同士の関係とかは次から次へこう変化していったりして、考え方が変わったりしていて、話は動くんですけれども、この世界の根幹につながるような話はあんまり進んでないなというところが現状という感じです。まあ、ただ、ちょっと Amazon とかの評価を見ても、ちょっと信じられないぐらい高評価がついている作品ですので、まあ、かなり人気の作品なんじゃないのかなというふうには思っています。まあ、こちらも、え話もだんだんようやく進み始めてきていますし、 続感ににいいいきたいという,ふうに個人的には思っていま,すまああとちょっと思ったのがたびたびこのタイトルが作品中に出てきますこの話の締めとかある,ある一定のところで区切りがあるような時にはこのタイトルである「これは君を死なせないためのストーリーみたいなのが出てきてなんか CM っぽいとかちょっとお笑い芸人が天丼でこう何回も 決めポーズを言って、いや何回言うねんみたいな感じのボケみたいな感じを受けて、ちょっとそこが個人的には何なんだろうこれという感じもある作品ではあります。はい。まあ以上が今週消化してきたこう作品たちかなというふうな感じです。でまあ最近は本当に家で筋トレしていますので、ちょうど動画を流しながらどんどん筋トレができるということで、やはり映像系のコンテンツの 消費といううのがこううまく進んでいいるなという感じですですは最後に、えー、ちょっとしつこいですが、えー、とベースパンのお供にまたいろいろ試したのでいやちょっとお勧めしたいと思いますでまあ、えー、と最初に断っておきますが、えー、と私はかなりこう食に関しては雑食というかこう異常な食い合わせでも気にせず食べれるタイプの人間ですので、えー、おそらく普通の人にはちょっとできない食い合わせとかも全然できてしまいます で、なんでこんな前置きをしたかというと、えっ、ー、と、今日紹介するのが、えっ、ー、と、味噌汁だからです。あの、一般の人からすると、あの、メープルパンとかシナポンパンとか、えー、チョコレートパンを味噌汁と同時に食うっていうのは、ちょっと受け入れがたい人も多いかと思いますが、まあ、私は結構、まあ、こういう塩辛いものと一緒に食べると、まあ、まあ、実質、塩キャラメルみたいなもんだろ、みたいな感じで全然食べれるタイプの人間です。 で、えっと、今までは、えっと、さ、このまま紹介したまあ日清とかクノールとか、そういう系の商品を試していたんですが、え、今週、先週あたりは、ローソンの味噌汁を対面しました。で、このローソンの味噌汁って何なのかというと、当然ローソンにはそういうクノールとかの商品持ってるわけですけれども、プライベートブランドの味噌汁持ってます。で、パッケージを見ると、例えば、長谷園とか、まあそういうところと共同開発しているようです。 で、今回いろいろ試した中で良かったなと思ったのは、えー、一食分の野菜が入っている味噌汁というものと、まあ、揚げナス系の、揚げなすの味噌汁です。で、まあ、揚げなすに関しては私が単純に揚げなすが好きだから、えー、好きだという、ただそれだけの理由です。で、一食分の野菜に関しては、まあ、その,の通り、ま、野菜がたくさん入っているので、健康的でいいかなと思いました。で、この二つに関しては、ま、脂質も、どちらもま、2グラムぐらいですので、まあ、全然、 ベーで、えっと、私はいろんな食い合わせができると言っても、一個だけきついのがあって、それは、えっと、有明海苔の味噌汁です。で、さすがに、えっと、ちょっと海苔とチョコレートパンとかは、私も厳しいなという感じがあったので、これはさすがにちょっと食い合わせが悪いなというのをあって、さすがに断念しました。まあ、最近は私はこう、朝、ローソンによって、この味噌汁と、えー、 バストラミービーフという、まあ、ローソビーフみたいなやつを買っていきます。で、大体それと、まあ、ベースパン、まあ、ベースブレッドを食べるというのが、えー、昼食という感じになっています。で、まあ、これのいいところは、えっと、バストラミービーフも脂質が確か 1g とか 2g ぐらいしかありませんし、この味噌汁も 2g ぐらいですので、 まあ、脂質が合わせても4ムぐらいしかないという感じになります。まあ、塩分量がかなり気になるところであるんですけれども、脂質の観点からいくとそんなに問題ないかなという感じです。で、まあ、もう一つ、えー、いいなと思ったのが、えっと、セブンイレブンの、えー、タンパク質が取れる、えー、豚骨スープみたいなものです。で、このタンパク質が取れるシリーズというのは、えっと、結構、中山筋肉に君とかも紹介していて、えっと、非常に気になっていたんですけれども、なかなかこう、北海道までは来てくれていませんでした。 ただ最近この豚骨鍋とかは北海道にも入荷しているようで買っています。まあちょっと値段が高くて500円ぐらいしてしまうので高いんですけれどもまあこの豚骨鍋とベースブレッド1個、まあ、いわゆる半食分2分の1食分食べると、まあ、価格的にもまあ600円700円ぐらいに収まるのでまあまあ妥協できる範囲内かなという気がしています。でこの 豚骨スープがすごい良くて、あの本当に普通の豚骨スープで、えっ、ー、と鶏肉と、あのもやしと野菜とキくらげと、まあそういうものが入っているというようなもので非常に美味しいです。で、まあその名の通りタンパク質を取ることができまして、確か、ざっくり言うとタンパク質がまあ 33g とぐらい取れて、かつ脂質が 4.5g、糖質が 4.5g、脂質もまあ 9g か 10g ぐらいしか入ってないというかなりこうバランスの良い食事になっています。 ですので、ベースパン2個食べちゃうと、ちょっとトータルでカロリーが8 0 0カロリー近くいってしまうので多すぎるかと思うんですけれども、まあ、ベースパン1個、まあ、半食分と、この鍋と組み合わせて食べると、カロリーも5 0 0カロリーぐらいですし、えー、タンパク質ももう5 0ム弱取れるというような、まあ、かなりいい感じの栄養価かなというふうに思っています。で、まあ、汁が大半であるんですけれども、まあ、お腹にもかなり溜まるので、これはおすすめかなという感じがあります。 まあそういう感じで、えっと最近このローソンのプライベートブランドの味噌汁と、まあセブンイレブンのタンパク質が取れる系の鍋というのを食べているという報告でした。まあ他にもセブンイレブンのタンパク質が取れる系のものってたくさんあって、例えばなんかその豆腐とか、まあいろんなものがあるんですけども、まあそういうものは残念ながらまだちょっと私の家の近くのセブンイレブンでは発見できていないので、まあ見つけれたらちょっと買ってみたいなと思っています。 はい。まあ、そういう感じで、えっ、ー、と、先週は、まあ、コンテンツもたくさん消費できたし、えー、良かったかなという感じでした。まあ、あと最後に、こう、ちょろっと、おまけみたいな感じで、えっ、ー、と、昔から、えっと、私が好きな YouTube の動画を一個紹介したと思います。で、えっ、ー、と、それは、えっと、わしゃがな TV のカブト防具会です。これは私は結構好きで、こう、何回も見てしまっているので、ちょっと紹介したいなと思いました。で、わしゃがな TV というのは、 声優の中村祐一さんとゲームライターのマフィアカジタさんの二人でやられているもので、もともとこの二人は、えっとまあ、仲がいいというのもあるんですけれども、あのスターラジオーシャンアナムネシスというあの、スターオーシャンのアナムネシスというソシャゲの、えー、ラジオ番組をやっていました。でただこれが、このソシャゲのゲームとあー、ラジオと言いつつ、ほとんどこのゲームの話はしなくて、あのスタッフから渡された ゲーム情報を読むだけで、それ以外はずっと雑談するというような番組で、非常に面白かったです。で、まあ、このラジオから発生してというとちょっと語弊がありますけれども、まあ、このお二人が始めた、えー、YouTube 番組が、このバシャカナ TV です。で、この二人に、えー、構成作家として、あのポップデビックとかで有名な、あの、大川伯部さんが構成作家として参加しているという感じです。で、まあ、いろんなテーマを取り扱っていて、まあ、 かなり多いのが、あの、ウエハースの開封とかなんですけれども、中でも、このカブト防具会というのが私の気に入りです。カブト防具は結構、こう、ニコニコ動画とかで話題になったので、言う、知ってる方も多いかと思うんですけども、まあ、昔やっていた、あの、ゼンマイのおもちゃの反則アニメです。で、これが非常になかなかこう、決まってる作品なので話題になったかと思います。で、このカブト防具のおもちゃで実際遊ぶという会がありまして、え、この時に、こう、本当に、こう、 言葉では説明しづらいんですが、非常に雰囲気が良くて、こう、ちょっとこう風俗っぽいネタも入れながら、こう、みんなでバトルして、こう、最後はこう、ほっこりして終わるというような感じで、本当に好きな雰囲気の作品ですので、え、興味のある方はぜひ見ていただきたいなと思います。え、本当にこの終わり方のこの、実際に出演者であるこの中村由一さんが、なんかこう、優しい気持ちになったというか、まあ、ほっこりしたね、みたいな感じで、つぶやいて終わるというのが本当に好きなので、 非常におすすめとなっておりますはい。まあ、大体こんなところかなという気がするので、えー、終わりたいと思います。まあ正直、ちょっと今週はだんだん仕事も忙しくなってきたりとか、オンライン飲み会も入っていたりするので、ちょっとコンテンツの消化が追いつかないかなという気がしています。あ、一個言い忘れてました。あと、えー、見直したものとして、えー、働く細胞の一基を全部見直しました。 で、えっと、今期から、あの、働く細胞ブラックと働く細胞の2期が始まっているわけですけれども、そういえば、こう、話題になっているのを横目で見て、働く細胞を見えていなかったなと思ったので、一気見しました。で、まあ、やはりこれ、勉強になりますし、まあ、アニメとしてもよくできているので、まあ、結構楽しめたかなと思ういう感じです。まあ、1話とかでは、こう、全然説明の文字が出てきて、 読めないなという感じだったんですが、2枚以降はちゃんとそれも声で読むようになったので、まあ、勉強にちゃんとなるような作品になってよかったなという感じです。まあ、ただ後半はやはりちょっとこうネタ切れ感もかなり出てきていますが、まあ、少なくともこう前半に関しては非常に面白い作品だったかなと思います。まあ、今期もね、この、働く細胞ブラックというのは、このすごい健康に悪い生活を送っている、その喫煙とか、アルコールとか、やっている方とか、 あとは、えっ、ー、と、確か、予告みたいなものを見ると、あと ED とか、まあ、睡眠不足とかなんかそういうのも取り扱っていくようですので、まあ、これはこれでちょっと、現代的な内容で楽しみだなという気がしています。はい。じゃあ、今度こそ、えー、言いたいことを大体、全部言い切ったかなという感じなので終わりたいと思います。まあ、ちょっと、今週は話すネタが入荷できるかどうかわからないので、 もしかしたらちょっと来週の収録はできないかもしれませんが、またネタが溜まったら録音したいと思います。本日はこれで終わりたいと思います。